なんかいい匂い。そっか、ここ厨房のあたり。朝食はアンリのお母さん担当だし。ん？朝からご機嫌だな。って、あれ？よーし、あとは詰めるだけ。アンリ？昨日頑張っちゃったし、今日のお弁当は精のつくもの、たくさん入れなきゃね。私にあんな興奮しちゃうなんて。てっきりいつも以上に不機嫌感撒き散らしてると思ってたけど、あれは本当にアンリなのか？幻でも見てるんじゃ。いや、違う。知ってるだろ、あれが。いつも笑顔で優しく手を引いてくれた俺の大好きな。でも、なんて声かけよう。下手に出てったらまた言い合いになっちまいそうだ。